このコーナーは、お笑い芸人のチェスト越前 AP が、秋田市中心市街地を盛り上げるため、街で頑張る様々な人に出会う、街ブラバラエティ。今回は、老舗和菓子屋さん、光月堂本店からお届けします。続いて私、こちらアーモンドデリス、行かしてもらってよろしいでしょうか。はい、入れよアーモンドデリス出たアーモンドデリス出た。わあ、それ美味しいんだよ。ああ、出た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 。ほら、僕の顔と同じぐらいでしょ。そんなことはないね。え、すごいでしょ。うわあ、じゃあちょっといいですか、いただいて。アーモンドデリス、初アーモンドデリスですね。いや、なんかこのなんかチョコでコーティングってなんか嬉しいよね。そう、嬉しいんです。なんかなんだろう、このチョコでコーティングされてる、うん、ご褒美感というかね。ちょっと、うん、ちょっとなんか贅沢しちゃっていいんですかみたいな感じ、うん、でこのアーモンドがさ、こうちょっとあってさ、でやっぱチョコがさ、このコーティングされてるってやっぱりさっき聞いたね、あれがいいんだよね。だからチョコの部分こう触っちゃうとね、指につくからこういかないといけないね。じゃあいいですか、いただきます。アーモンドデリス、はい、おしっとりしてる感じ。あ、チョコ入ってんだ、これ美味しいな、うん、ねえ、これはデリスシャス。デリスシャス、歯切れ悪い。これはデリスシャス。あれ、こんなにデリスシャスだね。なんかデンジャラスに引く。デンジャラスは言ってない。デンジャラスは失礼すぎるぞ。言ってないよ。お前めちゃめちゃうまい。デンジャラスは種類だけにするお前。なんだこの中のこのクッキーの感じと、あー美味しそう、外のこのチョコのバランスがめちゃくちゃいい。美味しいんだこれ。うん、なんだろう、しっとり、どっちかというとしっとりな感じですけど、うん、ね、味がね、なんかこう、はい、何重にもくる感じで美味しい。これクッキーって感じですか。うん、なんかちょっと柔らかめの、うん、ね、しっとり系のちょっとクッキーに、うんうん、チョコがなんとね、チョコがまたこのいいこう仕事をしてるね。まさにデリシャス。なるほどね。この中もこれなんかチョコのねクリームがちょっと入ってるような種類の違うチョコ。うん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 、コーヒー、これ僕はちょっとコーヒーじゃないです、チョコです。いや、合わせるならコーヒーですね、一緒に行くならね。うんうんうん、ということはチョコクリームデリシャス。もう分かった。みんな美味しい、これ、ね、これ好きだわ。ということで、じゃあ、エビ、はい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 、うん、おお、どっちからいきます？まあ、オレンジケーキからいきますか。はい、おー、汗拭きが特に出ちゃった。オレンジケーキ、エビ、あんまり食べたことない。実は1回ぐらいしかね、食べたことない。食べてない。そうなんですよ。でも1回、でも結構だいぶ前で、うん、ちょっと待ってくださいね、うん、こいつを取りますね。ちょっと失礼します。はい、ね、はい、すぐなくなるから ね、あのあ、なるべく今のうちですよ、取るのは、はい、すぐなくなっちゃう。あ、いいですね。いや、これはさすがにね、うん、ちょっと味わいますよ。いいよ、ね、あ、ゆっくりいく。これさすがにゆっくり味わって。そうです ね、美味しそうですよね。うん、なんかオレンジがお菓子持ってる時のエピの顔、すごいいい顔してる。ちょっと風も いい女になってる。すごい、ね、今エピいい女になってる。ツヤがすごい。なんでいい女になってる。急にツヤが。なんでこの子なの。急にフェロモンがすごいね。ものすごいしっとりですよ。ものすごい何？ものすごいしっとりしてます。うん。うん。
美味しそうだね。いいね、しっとり感が伝わってくるわ。あ、ちょっとブランデー入ってるかな。おお、大人の味わい。いいね。はいはい。ブランデーちょっと入ってるのがいいよな。入ってる。入ってますかね。入ってますかね。入ってますかね。入っていると言えば入っているし。入ってる。入ってると言えば入っているし。入っているといえば。でも、美味しい。オレンジの、ああもうなくなっちゃった。なくなっちゃった。もう三口完食。ちょっと若返りましたなんかね食べてたら。そうね。7歳若返ってる。ちゃんとこうオレンジのあのさす。ありがとうございます。コーヒーに合うという。そういや、本当。言ってみるもんだな、これ。見るもんだじゃない。ありがたいですね。次回も老舗和菓子屋さん、香月堂本店からお届けします。